行きますよ。はい、どうも。今日はですね、またゲストをお呼びしてですね、ちょっとお話聞いてみるんですけど、ちょっとお名前を教えていただいてよろしいですか。江田幸子と言います。江田幸子。あ、いいんですね。江田幸子ってやってるんですけど。わかりました。あれ、普段はあれですよね、YouTube、ちょっと違いましたね、はい。YouTube もやってます。YouTube の時、この前何でしたっけ。YouTube はキラキラ幸子でやってます。キラキラ幸子ですよね。はい。なんか相棒もいましたね。あのね、ムックっていう、私が飼っている猫に必ずキャストで出てもらってます。このいつも逃げる。そうなのよ。もう抱いた瞬間から逃げることだけを考えているっていう。これは何ですかね。キラキラにやられてるってことですか。もうなんだろうね、こうキラキラにやられてるのかな、あれはね、キラキラを引っ張ってくれてるんだと思うんだけど、私のキラキラ感を出してくれてるんだと思う。なるほど。そう、なんかちょっとキラキラに対するなんかこだわりみたいなのがあるとかないとかっていう噂を聞いたんで。そう、やっぱりなんかちょっと今日聞いて、そうキラキラっていうのにはものすごく昔からこだわっていて、キラキラ幸子のブログでカウンセリングっていう、その、カウンセリングをやっている時にやってたブログっていうのがあって、そこからキラキラ幸子っていう名前を使うことのようになったんですよ。あ、前ブログやっていたと。そうそう、ずっと昔よ、かれこれ十数年前にブログをやっていて、スピークイージーっていうお店をやっていたので、そこでこうお客さんとか集客できればいいなとか思いながら、自分の好き勝手な上から目線のブログを書いていたっていう。上から目線。そう、来てるお客さんたちがみんな独身だから合コンとかやるじゃないですか。でその時にこういう服着てきちゃいけないとか、なんていうのかな、今だったら当たり前なのかもしれないけど、こういう話題を女の子に振った方がいいとか、そういうようなことをつらつらと書いているっていう。なるほど。そのキラキラの教えってことですか。キラキラ教ですね。キラキラの教えです。どうやってキラキラの教え、キラキラになれるのかっていう。今の YouTube はあれですか、キラキラの教えをメインにやってますか。そう、その今の YouTube では私もちょっと年を取ってきたので、どうやったら10歳ね、若くいられるかっていう、それがキラキラにつながっていくんだということで、さまざまな方向からこう、なんていうのかな、キラキラに見える見方をそこで言ってます。精神的な心の持ちようとか、まあ、お洋服にしたりとか、それからお化粧の仕方とか、さまざまなことを発信してます。なるほど。キラキラの極意。そう、キラキラの極意です。キラキラの極意。その中でのこだわりってありますか。そう、やっぱり自分がキラキラでいないと周りもキラキラにできないし、そのキラキラな人がたくさん集まったら、みんながキラキラになるじゃないですか。誰か一人でも危険分子っていうか、あのマイナスに引っ張っていく人たちがいると、やっぱりそっちに負のものに引きずられちゃう方が大きいから、そうじゃなくって、あなた自身がキラキラでいることがすごく大事なんだよっていう、周りの人も幸せにできるんだよっていう、そういうこだわりはあります。なるほど。いかに楽しくいられるか。私の一つの考えにですね、自分がお花になるのか、うんこになるのかで集まる虫が違うよっていう話があるんです。そうですね。だからそれはキラキラのお花になれば、キラキラのミツバチちゃんが集まってくるんです。そう、キラキラが好きな子たちが集まってくるし、でもしかしたら自分もキラキラになってみたいっていうふうに思われたら、すごく世の中が明るくなるんじゃないかと。なるほど。それでキラキラにどうしていなきゃいけないのかっていうと、究極はね、究極はそのキラキラな毎日でいればいるほど、例えば5年、10年、15年、毎日キラキラで過ごすのか、ちょっとああと思いながら生きていくのかによって、結果そういったものが全部健康とか病気とかに関わってくると私は思ってるんですよ。だからキラキラでいなきゃいけない。この中でもですね、人間が24時間絶え間なくしているあることにフォーカスしているという噂を聞いてますけど。ん？もしかして？もしかして？スーハー。呼吸かな？なんか呼吸に対するキラキラのこだわりがあるって。そ
そうで、こう呼吸っていうのはみんなこう何気なくもちろんやっているものなんだけれども、呼吸に意識を向けるってことはすごく大事で、自分が生きているっていう実感を得るもの、そしてこう自分が生きているっていうことが分かれば、ものすごくいろんなものに私ね感謝できると思うんですよ。生きてることを実感した時に感謝が生まれるという。そう、やっぱりね、感謝の心がない人はキラキラじゃない。感謝あってこそのキラキラ。そうそうそうなの。だから、感謝の気持ちが足りない人っていうのは、まあ、生きてることにも感謝できなかったら常になんか文句言ってたりとかするわけじゃないですか。なんかに不満があったり。だけど生きているそのものに感謝の気持ちが起きれば、自分もキラキラになるし、そして周りもキラキラになす、できる。だから呼吸がその基本。呼吸が、うん、なんか特殊な呼吸法みたいなものをやっているという噂も。特殊っていうのはですね、私が今やっているのは息吹呼吸法っていう。息吹呼吸法。息吹呼吸法、うん、うん、息吹っていうのは息って書いて吹くって書くんですけど、昔の人はそれで息だったんですね。自らの心を吹きかけるという、そういうことが息だったわけ。だから息とか呼吸っていうのは自分の心が現れるのね。自分の心は呼吸現れてる。呼吸に現れる。お、穏やかな人は穏やかな呼吸だし、ああなるほど、なんかパニックになりそうだなっていう時は呼吸も荒くなるし、パニックみたいなね。それからなんかどんよりしてる人は呼吸が浅いし、うん、うん、自らの心って書くじゃないですか、息って。自らの心、確かに確かに、うん、今聞いた。そう、それが息なんです。ただね、今ほらいろいろストレスな社会だったり、ストレスじゃないんだけどそれってストレスでしょっていうような社会だったり、ちょっと変化してきちゃってるから、ちょっとコロナもちょっと呼吸を苦しくさせたりしてますからね。私コロナにはね、呼吸ぴったりだと思うんですよね。みんなが正気にいるためには呼吸しかないと思う。呼吸を整えてれば大丈夫だけど、うん、だからね、このコロナで今回オリンピックとかもなくなっちゃった、なくなったっていうか無観客になっちゃったけれど、よくよく冷静に考えてみたら、これって何でもないんじゃないみたいな、まあ、こういうこと言うとね、いいか悪いか分かんないけど、もしかして大したことないんじゃないっていうの、それをじっくりと自分が自分でいられれば分かるじゃないですか、うん、新聞とかテレビとか見なくても自分がきっちりとそこで呼吸をしていれば分かるんですよ。なるほど。でみんなが騒ぐほどのことじゃないよねっていうことが、うん、情報にちょっと踊らされ気味という世の中で、みんな笛吹いて踊ってる感じですよね、私から見たら。だけど自らの心に意識を向けることができれば、できれば正しく捉えられると。正しく判断できるってことです。なるほど、皆さん聞きました。キラキラって言った割になかなか難しいお話です。難しいお話だが、でも昔の人は自分が自分でいるためにお茶やったりお花やったり舞があったりっていう、そういう道があったわけじゃないですか。道、うん、だってその自分が冷静でいなかったら判断誤って、戦国の武将とか右に行けって言ったらもしかしたら左の方が正しかったりするわけでしょ。それで多くの人が死んじゃったわけだから、自分がどんだけ冷静でいられるかってことが大事で、それが呼吸ですよ。呼吸を整えていられれば冷静でいられるし、そう、冷静じゃないと舞い上がっちゃうと判断を間違えちゃう。今の日本はそうですよね。舞い上がってると思う。舞い上がってんだからよくわかんないけど、まさに冷静じゃないでしょ。もうちょっと昨日のなんかユリコの会見を見て舞い上がり感がある。私もね、ユリコはごめんなさい、こんなところでこんな発言していいのかわからないけど、でも皆さんがね、東京都民の方々お選びになった方だけれども、あの方はちょっとおかしいと思う。舞い上がってますか。うん、舞い上がってるし、なんか自分を全てコントロール、自分で世の中を全てコントロールしようとしてる。うん、それがいかん。
え、けしからんって。いいの？けしからんって。けしからんって。これカットしてもらってもいいけど。うん、なんていうの？ちょっとここはちょっとある。でもちょっとこういうね、このキリスト。そもそも都民ファーストっていう名前が気に入らない。あれが一番ちょっとあるんですよ。だっておかしな話でしょ。だってアメリカはさ、アメリカファーストっていう意味がある、でしょ。今まで他国に目をばっかり向けていろいろ意味を受け入れたりとかしてうまくいかなかったけど、もう一回アメリカファーストという考え方を入れていろんなものをジャッジメントしていこうよっていう原点回帰がアメリカファーストだったけど、なんだっけ、都民ファーストっていうのはただ名前だけ持ってきただけで、都民の前に日本があって人間がいるわけじゃん、日本人が。それを取っ払って都民ファーストっていう、なんかもう誰がつけてんのっていう、私はそこはねちょっと憤っちゃう。結局ゆり子ファーストだったんじゃないの？そうそう、ゆり子ファーストだし、あとそれにね、みんなあの方がいいって言えちゃう皆さんたち、私にはそれがもう舞い上がっちゃってるとしか思えない。冷静じゃないよね。じゃあ呼吸が整ってないということですね。呼吸が整ってないと思う。公民の皆さん、皆さん、呼吸を整えください。でご自分自身に戻って自分の考え方で考え、考えていかないと間違っちゃう。なるほど。いや、そこの判断が間違い気味というのはもうすでに呼吸がちょっと怪しいという。そう、だから日本が乱れてる。うん。今度分かりやすくなりましたね。分かりやすくなります。分かりやすい。じゃ、ではそのキラキラ幸子の息吹呼吸法というのをどっかで教えてくれるんですか？教えてますよ。1対1のセッションっていうのもあるんですけれども、まあ、グループでということで、Zoom で教えております。Zoom で？そう、Zoom なんですよ、今。料理とは？やってください。呼吸を整えて正しい判断を見つけた。そう、絶対。もうそれ、人のとしての基本だから。これはちょっと皆さん、ちょっと呼吸の、なんていうんですかね、自分がちょっと整えてるのか整えないのかみたいな、簡単なチェックの方法とかないですか？今ね、そういうのを数値で表すっていう、そういうなんかアホな機会もあるんですけど。そんなのもあるんですか、スカウターみたいな。たださ、自分が整ってないか整っているかっていうのを自分自身に目を向けると分かると思うんだけど、なんかこう呼吸法ってこう一種類の何種類か。本当ですね。ちゃんと数えたことはないんですけど、100種類近くあります。おえ、こんないっぱいあるんですか？え、そう、ある。2種類とか、たくさんある。100種類以上。すごいですね。そんな呼吸の仕方、ただ息を吸って吐く、そこに100種類もいろいろなものがあるという。まあ基本はね、息を吸って吐くなんですけど、この息吹呼吸法の特徴では一旦止めるっていうのが入る。一旦止める、止めるというのもある。そう、なんで止めるのかっていうとね、息を止めることによって体の中に息が入ってこないから、自分たち60兆の細胞が、あ、これサボってちゃまずいから目覚まして動かなきゃっていうふうなことをしてあげるのが止めるなんですよ。止めることで呼び起こすわけですね。そう、止めることによって60兆の細胞を目覚めさせる。うん、奥深い。奥深い？奥深い。それこれって断食も一緒なんですよ。断食も食べないじゃないですか。食べない。なんで食べないの？痩せる？たったね、2週間ぐらい食べなくたってすぐ戻っちゃうし、やんなの。なんであんなこと大変なことやるのかなっていうと、自分の体を飢餓状態にさせて、自分の体の細胞が頑張って生きなきゃって覚醒させてるんですよね。あれですよ、トマトを栽培してるみたいな。トマトを栽培してる。トマトって、お水をいっぱいあげるとダメらしいんですよ。あ、もうまさにそういうこと。それであげないようにしとくと、いっぱいこう大事なものだけを吸い取って、なんか生きようとする力なんですごい出てて、美味しいトマトがあるんですよ。それですよ。なるほど、人間にもそれがあったという。あ、そうそうそう、人間にもあります。断食とか、それからその深呼吸の間で一旦止めるっていうことが、そこ止めるだけでもそれが起こるという。うん、なるほど。その止め方にも
なんか技がある。そうですね、まあ、普通はね、鼻から、あ、全部鼻から吸うのね、息を吸うときは鼻から吸わないと変なものが入ってきちゃうし、口から吸ったり吐いたりすると口は災いのもとっていうから、あんまり日本では口のパクパクしないわけですよ。それで全部鼻から吸って口から悪いものを吐くんですけど、鼻から吸うでしょ、でちょっと若干上を見る感じ、そうすると息が奥に入ってくるので、そしてそこで息を止めて、でふーっと吐く、これがまあ普通の、まあ、基本的な深呼吸ですね、まあ、体を手を使ったりとかいろいろあるけれども、息を吸ったら止めて、そして吐く、まあ、4カウントで吸って4カウント止めて6カウント吐くとかいろんなやり方はあるんだけど、そのカウントそのものが人それぞれの長さなので、自分が吸い込んで吸い込んで、そして止めて、若干苦しいなと思ったら吐く、これだけでもどんどん深い呼吸ができるようになっています。呼吸をするというのは意識するだけでも何かのお気づきになるかもしれませんってことですね。そうです、1日にね、なんていうのかな、4、5回でもいいから、さあ呼吸を深くやってみようっていう風にやってみると、その呼吸がどんどん深くなっていくし、自分が呼吸をしてるってこともちゃんと気づけるし、頭の脳みそにもすごくいい空気がいます。なるほど。そのいぶき呼吸法はあれなんですか、キラキラ幸子が作り上げたんですか。それはね、ちょっと違いますね。おい、私の師匠に長川達夫さんっていう方がいます。長川達夫さん、はい、三重県でラット社っていうあの道場をやってます。道場やってる、うん、道家の方ですか。道場で、もともと神道家で神社に行かれていた方なんですよね。神ですか。そうそうそう、今でももちろん神道家なんですけれども、神社っていうところに就職するのをお辞めになられて、うん、そして正しい八卦神道を教えていくんだっていうことで、神道とあと古代医療を教えてます。古代医療、うん、ほんま聞かない。これは日本人がどうやって病気と向き合ってきたかっていうことを学問にしているんですけれども、うん、古い医学の道っていう書くんですね。医学の医はちょっと難しい医なんですけど、医者の医に似てる字なんですが、それを古医道と言ってます。古医道、うん、で昔ね、日本に西洋医学が入ってくる前っていう時代までのそのものが古医道なんですよ。確かに西洋のものが入ってくる前、日本ってどういう医学だったのか、ね、気になりますね。中医学って言って中国から入ってきたものももちろんあります。江戸時代はかなり漢方とかも広がっていたと思うんだけど、大岡越前とかで道州先生とか出てくるじゃないですか。その先生の後ろはちっちゃな引き出しがいっぱいあって、そこに漢方があって調合してたんですよね。でももっとそれ以前に日本人が病気と向き合ってきたっていうのがある。もっと昔からある、もっと昔からですね。だからそれはお医者さんっていう概念もないし、ましては病気っていうのもないんです。なるほど。病気っていうのが西洋医学が入ってきて、病気の一つ一つに名前をつける、まあ、名前がつくことによって安心する場合もあるんだけど、名前がつくことによってその病気になっちゃうっていうのもあるの。なんか最近病院に行っちゃえば何かしらの病気をつけられるという噂が聞いてます。そうそうそう。だから例えば、いい、これ誤解がなくように言いますけれども、ものすごくこれ本当自分の体やばいなって思わなければ、普通の風邪でも病院行かないでしょ。うん、ね。でも今みんな行っちゃうでしょ。なんかちょっと悪い、なんかちょっと喉がおかしい、もしかしてコロナかしらとかって行くわけじゃん、うん、だからコロナがになっちゃうの。うん、もう自分で決めてるってことですか。お医者さんに決めてもらってるんだけど、お医者さん決めてる、お医者さんが決めてんだけど、普通の体の症状で終わったら病院行かないでしょ。あ、なんでもなく。そうだけど、みんな無症状の人まで病院と、あのね、隔離されているっていう、この無駄遣い、うん、インフルエンザよりも感染力とかそういう致死率とかかなり低いわけだから、
ああ、コロナね。そう、これにこんなに騒いだりお金使っちゃっていいんですかって私は思うの。自分の息子のこととか考えたら、ああ、この子たちが全部これ払っていくんだろうなっていうふうに思うのに、今、じゃんじゃんお金出してる。うん、確かに。うん、だってお金そんなに限りあると思う。まあ、すればいいんでしょうけど。最近はね、私たちの周りでもみんなワクチンを打ち始めたという。私はね、怖いんでいかないんですよ。私なんかでもね、もう、まあ、女性だから、でももう子供を産む年齢ではさすがにないので、だから言っといでよとかって言われるんだけど。なんかあるんですか、子供を産むなんかに関係あるんですか。え、ワクチンってまだ何者かわからないじゃないですか。ちょっとね、ワクチンはだって自ら入れ込むんですね。うん。薄いの。そのメカニズムも、その副作用とかも、やっぱりまだまだわからないし、だから私行く必要、まだやる必要ないなと思って、まだ、なんていうのかな、そういう仕事についてらっしゃる方とか、例えばその、これを打たないと仕事に就けないとかっていう方たちは、まあ、致し方がなしっていうところがあると思うんですけど、それからね、お子さんを産んだりとかする若者たち、子供たちには私は打ってほしくない。ワクチンを打つぐらいだったら呼吸を整えましょう。呼吸を整えましょう。で、その呼吸法をしてると、ああ、これいつもの風邪じゃないなとか、これってまあいつもの風邪レベルかなとか、そういったこともわかるじゃないですか。もっと細分化してわかるけど、これがやばいのかやばくないのか。そうそう。やばいなと思ったところでいけばいいと思う。やばいの基準もなんかちゃんとわかりたいと思います。すごい我慢強い人とかね、我慢しきっちゃってね。私もう薬も病院も大嫌い派なので、我慢しすぎてちょっとおかしくなっちゃう。だから私は決して病院を否定してるわけじゃなくてないんだけど、むやみに行かないでよろしいんじゃないっていう。で、大嫌いになる必要も私はないと思うんですよ、ね。私はね、病院が大嫌いですよ。でいろいろ病院ってあるじゃないですか。だって病院って病人がいっぱいいるんですよ。そう、まあね、だからさっきのキラキラの法則と同じでですね、一番病気になりやすそうな場だと思ってるんですよ、私は。精神的に落ち込みますよ。だからちょっとね、怖くて行かない、うん。でも行かなすぎてやばくなった。そうか、そこは自分で分かるように呼吸法しなさい。ちょっとあれはちょっと分からなかったから、呼吸がよろしくなって、こう自分で自分の体の声を聞くっていうのが大事なんです。自分で、今聞きました皆さん、自分で自分の体の声聞こえてます？聞こえてないですよね。聞く場合にまずは自らの呼吸で自らをチューニングしましょうってことですよね。そうです。いつもそれもあれですか、大昔の日本の人たちやってたんですか？日本の人たちはね、普通に取り入れてたんじゃないでしょうかね。特にこれ、神道を学ばれていた私の先生が、まあ、修行の一環として、こういう呼吸法があるよ、肝臓が悪い時はこういう呼吸法だよとかって、そういったものがいっぱいあったものを、口伝えで受け継いでいたものなんですよ。なるほど。その体の部位に効かせる呼吸の仕方もあるという。あります。興味深い。なるほど。だから、例えば、いつもこう薬を常用しなければダメみたいな方なんかも、例えば肝臓が悪い、腎臓が悪いとかっていうのがね、出てる方なんかも、そこの部位に効かせる呼吸を上げていくことに、呼吸をしてあげることによって何らか改善が見られるんじゃないかっていうふうに私は思う。なぬ、皆さん聞きました？体が特徴気になる方、薬ではなく呼吸で試してみるという方法もあるんですか？ぜひ。健康になったらキラキラしていくという。そう、これはなかなかのキラキラ動画。やっぱりだってせっかく生きてるし、ここの今ね、この人生を生きてるわけだから、なんかキラキラじゃないとどうなの？
まあ、そのキラキラ度っていうのは本人に、ね、いるんですよ。全員が全員こうなんかもうオーラ出してみたいな、そういうことじゃないんだけど。なるほど。じゃあその、まあ、呼吸法や他のキラキラ幸子のキラキラ度のお話がキラキラ幸子チャンネルでは聞けるってことですか。そうです、発信しております。で途中で呼吸法を入れたりとか、呼吸法、まあ、キラキラ幸子がやってる何かを一緒にやってみようって、はい、紹介してくれてるわけです。そうなんです。わかります。ちょっとね、キラキラ幸子チャンネル皆さん注目ですか。ぜひ。あとムックも注目ですか。そう、ムックっていう猫がいてね、うん、でキラキラ幸子とムックの目指せ見た目年齢マイナス10っていう風にしてやってます。うん、なるほど。ちょっと見に行くべきです。キラキラ幸子は今一番ハマってるキラキラは何ですか。一番ハマっているキラキラはですね、すごいジムですね。ジム運動ですか。運動、ランニングマシーン。呼吸法かける運動でさらに良くなるってことですか。そう、あのランニングマ、本当は外を走ってたんですけど、家の近くにジムができて、すごい近くなんですけど、そこのジムに行って、それも朝の4時半とか5時とかに行くんですけど、早起き。そう、早起きなんですね。それで行って、でマシーンに iPad を立てかけてドラマとか映画を見ながら走る。走るのも本当になんかちんたら走るんですけど、要は何をしてるかっていうと、体を振動させてるんですよ、走るというか。振動、そう、振動療法っていうのあると思うんだけど、それを自らやってるわけ。なるほど、振動療法。体全身を振動させてるんです。これはね、ちょっと私もね、走るのと歩くのの違いは何なんだろうって考えてる。まあジョギング程度ですね。やっぱ走るとちょっと体浮くじゃないですか。うん、まあ、確かに体が揺れてんじゃないのかなって、うん、揺れると体にいいことが起こるんじゃないのかなって思ったことなんですけど、やっぱ振動するとなんかいいことがあるんですか。うん、要は体の細胞を全部動かしてるわけです。で決して強く細胞が揺れてるわけですか。揺れてる、リズムまで。それがランニングだと思う。揺らすとちょっとあの細胞がこう活性化するみたいな。全部の細胞が動いていけば目覚めるじゃないですか。あ、揺れないと寝てるわけですね。寝てる。もしかしたら隅々まで行ってないと思う。あの指の先まできっちりと行ってないかもしれない。よく血管を顕微鏡で見るやつで見たりすると、先っぽがもう全然ゆるゆるなので、途切れてたりとかするの、毛細血管。おい、うん、だけど呼吸法やったり、それから体を振動させていくと、すごくくるくるっと先まで動くっていうのが見れますよ。確かに足の小指とか死んでんじゃねえかみたいな。そうそう、なくなっても気がつかなかった。あの見た目からしてもちょっとこれはちょっと腐りかけてる。それもちょっと振動によってこう行き渡ってくる。行き渡ってくる。子供とかは際立って綺麗な足ですよ。うん、あのおみこしも振動させてるわけですよね。おみこし担ぐじゃないですか。ああ、おみこし振動しますね。そう、あれも月に何回かもう本当に体全身を振動させて目覚めさせてる。なるほど。じゃどんどん揺さぶった方がいいですね。そうそうそう、なんかそういうセラピー療、なんとか療法っていうのもありますよ。揺さぶり療法、振動療法。そうそう、でなんかあのセラピストさんが動かしてくれるんだけど、ゆらゆらと、うん、私は毎日やりたいからジムに行ってるっていう。自分でできるってことですね。人様にやっていただかないで自らやってます。皆さんもぜひ、振動させてない人はですね、振動してないからあんま元気がないかもしれない。そう、もう揺さぶって揺さぶって、ね、腰痛が出たりとかねしますよ。なるほど。キラキラ幸子の今の流行りは iPad でドラマを見ながらジムで振動療法。振動、自ら振動療法。自ら振動療法。はい、なんかキラキラ幸子イベントとかないんですか。キラキラ幸子イベントは呼吸法の Zoom で
やります。来週。来週早いんだけどね。1ヶ月に1回やろうとしてる。7月の15日に睡眠に特化した呼吸法。睡眠に特化した、はい、呼吸法と。そういえば睡眠中の呼吸のお話とかもあるんですか。睡眠中はね、自分で呼吸法ができないので、睡眠前にやった方がいいものとか、それからあと、まあ、日中にこういうことをやってほしいとか、あと睡眠にはこういうことを、まあ、日常生活に取り入れていくといいですよ的なことをお話ししながら呼吸法をやる。睡眠にも謎がありそうですね。睡眠もね、日本人は3人の人が睡眠障害って言われているっていうぐらい、睡眠には悩まれている方も多いので。3人に1人とも言われていますね。多いの。目覚めちゃったり、寝つけなかったり、いろんな方が寝落ちしたり。なるほど。じゃあそこも改善できるという。改善していこうと。これが7月の何日ですか。15日のね、17時から、ズームで。17時からズームです。はい。じゃオンラインで参加できるという。オンラインで参加できる。これは興味深い。参加費は2200円。2200円。で、安眠と安眠の呼吸を教えてもらえるという。そうです。本当にね、呼吸法のクラスに参加してくださった方も、夜一回も目覚めず寝れましたとか言ってくださる方もいるので、そういうのもあるんですけど、もうちょっと深くね、あのメカニズムとかも分かりながらやった方がいいかなっていうことでセミナー形式にいたしました。なるほど。じゃあ一回覚えてしまえばもうこっちのものだという。あなたのもの、私のものになるという。安眠が、うん、安眠があなたのもとに。安眠があなたのもの。ぜひご参加ください。これご参加ください。ということで今日はね、ちょっとゲストで、奥深い呼吸とキラキラにおこだわりのキラキラ幸子さんに、この概要欄にキラキラ幸子のチャンネルに URL ありますし、これは何ですか、このキラキラ幸子のこの脇っちょのこの右左にあるこの QR コードは何でしょう。右側がですね、 YouTube のチャンネルで書いてます。左側がメールマガジン。メールママでございます。さらに今ちょっと見て気になったら、この後ろのはこれなんですか、レモンですか。そう、レモンはね、なんだっていうふうに言われるんだけど、なんかこう無料のやつサイトを見てて、レモンって可愛いかなって思っただけで、なんかフレッシュかなみたいな。なんかキラキラの象徴とかっていうわけではない。象徴ではないです。象徴ではない。そこは象徴。象徴ではないんです。お気をつけください。これからちょっと変えなきゃとか思いながら行ってる。でも、ね、数々のキラキラメソッドありそうなので、ちょっとこれはね、行ってみないと分かりませんので、ぜひ皆さん、ね、キラキラ幸子のチャンネルに行って激ハマりしていただければというと、月に1回イベントやってみたいですので、ぜひ皆さんこう参加してね、数々の細胞を生き生きさせるメソッド、あなたのものにしていただければと思います。やるとやらないでは、10年後、20年後が違います。まあ、こんな世の中ですから余計やったわけですね。ということで、今日は、キラキラ幸子さんに来ていただきました。ありがとうございます。ではでは。